フェイク入ってます。人の名前にケチつける私も神経わからん。 A 夫婦のところに女の子が生まれた。名前がスザクなので、スザクちゃんか、素敵と思ってたらジュジャちゃんだった。スザクでスザクなんてありきたりじゃんと言ってたんだけど、絶対読まれるわけないし、そもそもスザクっていう可愛らしい読み方があるのに、それを否定してまでジュジャと読ませることが、もうすでに神経わからん。すごくモヤモヤっとしてたら、一緒に話を聞いていた B が結婚指輪を外し、内側をまじまじ見ながらジュジャかとつぶやいた。結婚して一生ものの記念の指輪にお互いの名前を入れて大切にして、そこにジュジャって入れるのか。旦那からジュジャって呼ばれて、入学式や卒業式でも佐藤ジュジャと呼ばれるのか。いや、ごめん。なんか私はその名前一生背負って行くの無理だわ、と率直に述べた。 A は発狂してたけど、私も無理かな。私の態度から私も味方じゃないと悟った A から、あんた私なんてケイコケイコじゃん、古臭いババアの名前。 B の旦那はふと知ろうじゃん、人生罰ゲーツと罵ってきたけど、スザクでジュジャとつけるセンスの人に名前のことで煽られてもね。なんか JUJU と同じノリでつけたみたいだけど、ないわ。あなたと B だけ正しい。まともな人たち。茶の響きで止めるのを気持ち悪く感じないんだね。どう、音維持や同音異義のことも想像してみたらいいのに。木蛇、なんだか緑色。樹蛇、いつかお告げとか言い出しそう。樹横島、かわいそう。ところで、朱を、朱スズメを、茶は。簡単に読めないとしても、その使い方の判例なんてあったっけ？それとも、自分のルーツに、中華系の何らかの関わりを隠してたりするの？そもそも、信仰の対象を、そのまま子に名付けるのも、真意がわからんし。なんかいろいろぶっ飛んでるなぁ。スザクもジュジャも、フェイクであってほしいわ。スジャクだったら、スザク一択だよね。ありきたりとか、そういう問題じゃないと思う？友達の子供で、え？そう読んじゃうの？って子供がいるけど、漢字の音としてはあるし、名前の音も今っぽい感じなので、まあわかる。キラキラ、度と非常識度は比例すると思ってるので、キラキラネームつけたら付き合いやめる。漢字はフェイクですが、2文字目の読みだけそのままですね。まあ、この時期に生まれて命名したというので察してくだされば、生涯一度も初見で読んでもらえないだろうなと思うと本当にかわいそう。ちなみに、スジャク、ジュジャは候補の一つだったらしい。最後まで悩んだって。キリン、リリにしようかと思ったけど、漢字が書けなくてとか言ってた。響き的には、多分、キリン、リリが一番マシ。スジャクとキリンは、義実家が地面的にも猛反対して辞めたとか。最初 B と鉢合わせする前に、さすがに上重名前につけるのは、恐れ多いし結果良かった、全く良くないけど、じゃない？トムリクリフォローしたら、あんただって皇族のパクリじゃんと言われて、その時点から、私はかなりムカついてた。ケイコ様と漢字は同じだけど、私の方が、ケイコ様、より1ヶ月だけ早く生まれてるんだけどね。今思えば、私と会う前に、周りから相当やいやい言われてたのかな？そりゃ言われるわな、じゃとか日本人の女の子の名前とは思えないし。せめて、なあ伸ばし棒を入れてあげたら、海外かぶれの名前になってたんだけどな。ジュジャ、五感からは、呪いとか横島とか想像してしまい、まがまがしくて我が子につける名前に思えない。外国人の名前だと割り切ってれば、特に何も思わないけど。まず、女の子に、スザクって名前自体がおかしいと思うんだけど、そこは誰も突っ込まないの？私の感性が古いのか？パワーあふれる強すぎる名前だけど、女が強くても別にいいと思うよ。親も、変な男を炎で撃退するような強さを求めてるのかもしれない。性別多数らしさの価値観については、さすがに親世代ほどうるさくはないかもね。ジェンダーが絡む点に言及するのは押し付けかも？という。一呼吸は置くようになってきてると思うよ。ふとしおとり、
とか20年前なら男の子の名前でしかなかったと思われる女性もいるし、そう祖母くらいになるとタカ、トラって女性もいたから一周回ってきたのかなってイメージ。トラって女性のくだりでドラマ警視庁ゼロ係のトラミ先輩思い出しけど、主人公による女のくせにトラミみたいな名前いじり連呼は無神経通り越して虐待にしか見えない。仮に変な名前でも不可抗力で名前つけられた側をおちょくっていいと思ってるのか。